だ唇がむくせまねなんだかねこんばんは。なになに、今日は何の話をしようかな。なんか言おうかと思ったことがあったんだけどちょっと忘れちゃいました。何を言おうとしたんだろう。なんか昨日ねショールームをやった後になんか、ダメだ、この話をしようって決めてたんですが忘れちゃって、でショールームを切った後に思い出してして今日言おうって思ったんですけどまた忘れてしまいました。何を話そうとしたのかさっぱり思い出せませんけど、なんかきっと言いたいことがあったんですけどすごい忘れた。すごい勢いで忘れてしまいました。しょうがないですね。何の話をしようかな。今日は思い出したら言います。また思い出したら言おうと思うけど言いたいことを忘れてしまいましたので言えません。え、暖かい。下唇がむくせまで、なんだか。横にゃんさんがもっと仲良しになりたいと公言してました。私も仲良くなりたい。そう、この前 1+1=2 じゃないよっていうラジオでねすごいお話をたくさんしてね、そうすごいね仲良しになりたいです。私もすごい優しい方ですね。いろんな話をしました。優しい方でございます。え、久屋大通りに賑わってるね。へえ。なんか、どこだっけ、栄のさ、テレビ塔だっけな、らへんがなんか変わったんでしょ。全然知らないんですけど、そういう話を聞きました。どこだっけな、名古屋のテレビ塔だっけ、どこだっけ、忘れた。けどなんか。にぎわってるらしいです。にぎわってるらしい、なんか新しくいろんなお店が変わってきたらしいです。全然知らなかった。本当に名古屋に住んでる人は行きましたか。なんかねすごい改良したらしいですよ。改良、いろんなお店が新しくできたらしいんですけど、まあ全然知らなかった。そういう風に新しくなることも知らなかったから行ってみたいですね。いろいろなことが落ち着いたら。非常にそう思う。すごいね。そうそうそう。ポン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 。工事してたのこともね知らなかった。私でもね初めて知りました。いやでも今はみんなすごく忙しいので、今はみんなそんなちょっと
あの余裕ないので、いろいろね、落ち着いたら行きたいですね。そうそうそう、落ち着いたらね、いろいろ行ってみたい。でも私はまだ全然、名古屋に引っ越してきてから全然ね、あのまだ満喫してないんですよ。行ってないところがいっぱいある。全然もう中心街ぐらいしかちゃんと行ったことがなくて、わからないので。別に久屋大通りのその新しくできたところ以外でもいろいろ行ってみたいですね。あとは名古屋だけじゃなくて愛知県とか、なんかいろんな周辺とか行ってみたいですね。全然行く機会ないし、わからないのでね。そう、撮影とかお仕事とかではあるけど、そう、他の県から引っ越してきたので、しかも名古屋ってあの愛知県の何だろう、一番栄えてるところじゃないですか、中心街だから。でもだからもう都会っていう印象が結構ありまして、それで私はね、広島に住んでいてこっちに引っ越してきたので、都会っていうイメージが、東京とかもそうなんですけど、端から端までもう全部都会だと思ってたんですよ。愛知県もう先っぽから先っぽまで全部都会で、ビルがボボボって立っててっていう風に思ってたんですけど、そのももたんと一緒に撮影をした、そう、いちご農園にね、撮影しに行った、東海ウォーカーさんかなの撮影を、ももたんと今年の初めかな、去年かなに行った時に、あの結構ねすごい自然がね豊かなところだったんですよ。だから愛知県にもこんな、のどかなっていうか、草木がたくさんあるところがあるんだって思いましたね。でも勝手なイメージではもう端から端まで全部ビルっていう感じで思ってたので、だから他にもね、いろんな場所がきっとあると思うので、なんかいろいろ行ってみたいですね。てな想像がついてました。SKE の工事用のツイートであれは、あ、そういうことだったんだ。工事するからあれがあったんだ、看板が。あれ普通に SKE の看板かと思ってました。見に行った、あれを作るために看板立ててたのか、工事してたのか、普通に SKE を見せるための看板だと思ってた。はあ、なるほどね。そういうことか、確かに。愛知九博を知らない。愛知九博、今めいちゃんの家があるところ、あれもね行ってみたいんですよ。あのキキ、キキじゃない、キキって誰、キキはジブリ、トドロもジブリか。めいとさつきの家がねあるところでしょ。でもね、あそこも行ってみたいけど、まだ行ったことない。なんでございますよ。そう、愛知県は自然のいいところいる、きっとね、いいところある。あ、そう、モリコロパークです。そうなんです、行ってみたい。そう、愛知県きっとね、いろんなあれあるよね、行ってみたいです。モリゾートキッコロは知ってる、あの NHK の番組が好きで、 NHK の番組にすごい出てたよ、ちっちゃい頃。森蔵ときっころだからね、そのやつのあれだって分からなかった。普通に NHK のキャラクターが森蔵ときっころだと思ってたら違ったのを、愛知県に SKE に入って初めて知りました。愛知九博のキャラクターだったんですね。でも私は NHK の赤ちゃんの番組でしか見たことなかったので、普通にその教育番組のキャラクターだと思っていました。キッコロが好きでしたね、私は。キッコロがね、ちびくて
森蔵がデブいおじいちゃんで、キッコロはちびちゃい孫、孫かな、わからん。赤ちゃんの番組を見てたの、赤ちゃん。私 NHK 全然見る、最近も見ますねめっちゃ見る最近も。なんか朝って情報番組とかってなんかニュースばかりじゃないですか、朝起きた後さ。なんか朝行ってきますってなんか楽しい気持ちで出たいのに、最近は結構物騒なことも多くて、なんか悪い事件とかそういうなんか悲しいニュースとかばかりじゃないですか、朝からね。なんかそういうのを朝から見るとなんかすごい影響されやすい人なので、すごい悲しい気持ちになっちゃうんですよ朝から。でも朝は楽しい気持ちで一日頑張ろうって思いたいから、なんか教育番組をつけています。そうです、うん、うん、昔はね、懐かしい。そうそう、そうなんですそうなのよ、そうなのよ。でも大学がね、教育学部っていうか、このなんか保育系のなんか保育園の先生とか幼稚園の先生とかになれる、卒業したらなれるような学部に通ってたので、普通に宿題とか課題というかそういうので、なんか家に帰ってちゃんと教育番組をこの楽しむっていうよりかは、どういう構成でされてるか研究のために見てきなさいとかいう番組もあったので、大きくなってからも普通に見てたけど、そういう目的でも見てたけど、最近はただ楽しい気持ちになりたいから見てる。でも本当にね、私普通に向いてないと思う、保育士さん。分かんない、そういうとこあるからね、うん、今みたいにね大人としてね見れないんですよ普通に、普通に楽しんじゃうからね。そうなんですよ、実習に行った時もね怒られました、怒られたっていうか、このそう、なんか大人として子供に接しないといけないのに、私も子供として一緒に楽しんじゃう癖があるというか、もうそういう性格なので先生にはなれないんですよね。もう一緒に幼稚園みたいな感覚になるので注意されましたね。なので向いてないと思いました。だから好きになれてよかったですまあ楽しいけどね、そう子供目線になるのはいいんですけど、なんかもう目線でもないんですよね普通に。そう子供の目線になって一緒に考えるとか、なんか同じ立場になって考えるっていうよりかは、もう自分が先生っていうよりか、自分も普通に何も考えず普通に楽しい楽しい楽しいね楽しいねってなっちゃうからダメですね。テロップが出たということでありがとうございます。リハーサル順調かな、ヘッピーの成長期待してるよ、頑張ってね、ありがとうございます、ありがとうございます。ありがとうございます。順調、今のところは順調というか頑張っています。そうです、そうですね、本番がねちゃんと迎えられるように。なんで前髪ガタガタなの、美容院に切ってもらったからガタガタのはずないんだけど、あこうしたらな、
楽しみだな、すごい楽しみ、めっちゃ楽しみ。公演すごいよ、楽しみって思えることがすごい、本当に楽しみ、もう本当に楽しみ楽しみ、すっごい楽しみ。あれですね、早く来ないかな。多分でもさ、もうなんだろうな、本当にさ前回公演に出たのがあのね7月なんですよね。もう2ヶ月経っちゃってるんですよ。だからもうね、ひとしお楽しみです、出れるの。頑張るね。そう、早いよね。なんかさ、意外と無観客公演になってから数回出てるのかと思いつきや、1回しかまだ出ていなくて、もう最後に出たのが7月15日なんですよね。今年でも最後に出たのが2月24日だから、今年になってもまだ数えきれるぐらいしか公演出てないですね。で、最初の方はなんかエコパのコンサートがあったので、だからなんか公演とかもちょっと少なめになってたじゃないですか。そのリハーサルとかも入ったりするし、まあ、そういうエコパのコンサート、大きいコンサートがあったから公演も最初は少なかったし、でやっと出れるって思ったらコロナになっちゃったりとかして、だから今年自体で考えてもすごい少ないんですよ、公演が。だからすごく楽しみですね。本当にそうですね。緊張はしていない。緊張はしていますあ、でも緊張しないかな、わからない。緊張するっていう感覚が、でもね、この期間、この毎日ね、なんかね、ふわって立ち位置をね、頭に立ち位置がパンって出てきて、朝起きることがすごいある。しかも起きる時間がこう、何、今日は何時まで寝れるぞって思ってアラーム仕掛けても、その2時間前とか3時間前に急に立ち位置のことが夢の中で頭で浮かんできて、それでうなされてじゃない、なんて言ったらいいの、こううわーってなって起きる時がある急にね、寝てるんだけど、朝方本当にね、あ、すごい朝方にね、急に番号がね、こう出てきてね、起きる時がある。あの現象はちょっと何なんだろう、わからないですけれどもね。そう、本当に何だろう、わからないけどそう、それでアラームが鳴るちょっと前に起きたりしますね。覚えてる証拠なのかな、わからないけど。あ、初見の人がいる、ありがとうございます。はじめまして。今日なんか話したかったんだけども、何忘れた、うん、やだ。何話してほしいんじゃなくて、本当思い出せない。何か聞きたいことありますか。なかったら終わる多分何か言おうとしたんだけど忘れちゃった。お知らせじゃない、お知らせか、いや分からん忘れたよ。スキーには1年以上待っていません。それはちょっと寂しいですね。いや寂しい、ちょっと会いに来てほしいところではありますね。疲れてはいません、元気です。ファッションに、あ、今日はねあれなんですよ、今日から長袖デビューにしました。もう寒くて、本当に寒くて長袖デビューしましたね、今日から。はい、なぜかというと寒いからです、ね、肌寒いですよね。今日野球技団も一回見てみました。 ありがとうございます。オンラインお話し会以来です。確かにそうですね。そう、でもパーカーあんま好きくないんですよ最近。そうない方がいいですね。なんかね、踊ったりするとね、
カバカバするのでね、そう最近はない方が好きな、好きっちゃ好きです。結べないな。ね、寒かったでしょ今日とか夜とか朝とかさ。観覧車に乗ってきました。うわー、それはいいですね。まだ私観覧車乗ったことなくて、一回ねの乗れる機会っていうか、いつだっけな、すごい昔でも、ね超昔、入って1年目ぐらいかな、誰だっけ、キャさんかな、キャさんか誰かと一緒にねこの観覧車乗ろうチャレンジしたんですよ、めっちゃ前にね。だけどこのお仕事とかが確かあった後の帰りに乗ろうってなったのかな、ちょっと覚えてないんですけど、そういう感じになったんですけど、でもね締め切られた、夜らへんに行って閉まる直前らへんに間に合うかなと思って行ったんですけど、締め切られて乗れなかった。いつか乗りたいですね。でも高所恐怖症だから行けるかは分からない。なんか無理な観覧車とかあるから本当にできるか分からない、本当に嫌だ。アイスの TikTok 撮影したのカイヤですか。うん、イさんです。あれはイさん、でもすごい昔、超過去です。広島に観覧車ありますか。え、あるんじゃないかなあるかな、あるかもしれない。いやー高所怖いですね。なんとなんか若干揺れるのすごいよね。人がさ同じ方向、同じ何、同じ右と左がこうあったら、右側に2人が乗っちゃったりするとなんかなんだろうな、こうグラってなるじゃないですか。そうそう、怖いですよね、ちょっと。でも乗ってみたいな。飛行機は大丈夫、飛行機は嫌だ、できれば乗りたくないですね。もうしょうがない、乗らざるを得ない時だったら乗るけど、でも好んでは乗りたくない、怖い。でも多分ね影響されやすいからね、多分ドラマとかの見過ぎなんですよね。もう本当にそう思います。コードブルーっていうドラマとか映画とか、あと海猿とか、そういうさ救急系の、そう海猿もなんだろうな、飛行機が墜落して、で海に水面着陸してそれを救うとか、そういうの見すぎちゃってるから、もうそのイメージしかちょっとないんですよね。そうそうなんですよ、そういうのがねすごいすごい見るのでね、そういう影響でねあれになりますんですよ。多分映画とドラマの見すぎですね、非常に。そうそうそう、コードブルーといえば新垣結衣さんが可愛いんですよ。私はもう大好きで、本当にね新垣結衣さん目当てでね見てた、目当てって言ったらちょっと気持ち悪いんですけど、そうなんですよ。コードブルーの時の新垣結衣さんは確か髪がねお長いんですけど、逃げ恥とかは切ってて、それによって私もね切ろうかなとか伸ばそうかなとか思ってました。なんであんなに可愛いんだろうね、すごい、ああいうなんだろうなナチュラルな顔、そうなんですよ、好きなんですよ、可愛い。そう結構なんだろうな、
ナチュラル、ナチュラル可愛い系が好きです。可愛いよね。戸田恵梨香さんも可愛いですね。皆さん可愛い、可愛くない人なんかいません。みんな可愛いです。親バカ青春白書見てて全部見ました。ももたんもね見てた、確か。ミスさんも見てたって言ってたかな。面白いよね、めっちゃ面白かった。でもコロナの影響で7話ぐらいかなしかなかったんですけどね。いや本当に面白い、本当に面白いよね。もう最高だった、面白すぎる。永野芽郁さんも可愛いよね。みんな可愛いな。今日何時までやろうかな。でもちょっと今日は9時だな。最大9時半な、最大9時半で最初はあとちょっとです。話すことがあったらやるけど、話すことがなくなったらやめよう。やめよう。早いな、もう9月も終わっちゃいますね。あっという間に10月になって、あっという間に12周年が来てという素晴らしい、素晴らしい、素晴らしい速さで、速さになりますね。本当に早いと思います。 SKE に入ろうと思ったきっかけは SKE が私を受からせてくださったからです。きっかけか、きっかけなんだろうね。改めて復活ありがとうございます。年明けも早そう、そうですね、まもなく気が回帰の月末です。そうです、そうですね。でもね、結構アイドルになりたい人は、でもどうなんだろうね、でも人によるかもしれないけどね、わかんない、わかんないけど、こうなりたいと思ったら、早く、何でもそうだけど、なんか行動にすぐ移すの大切だなって思いますね。うん、本当に私 SK に受かってなかったらどうなってたんだろうっていうのはすごい思いますね。なんか SK に受かった段階で私20歳だったんですけど、でもさ、あれですよね、SK が20歳でも入れるから良かったものの、その当時もまあいろんなオーディションとか受けてきましたけど、結構ね、年齢低めのオーディションとかは18歳がもう期限っていうか、何、18歳までが年齢制限だったりとか、高くても20歳までとか、そういう風になっていくので、そうですね、本当にね、今アイドルになりたいなっていう人はね、なんか何でもかんでもねやればいいっていうもんじゃないけどね、こう後でいいやって何事もこう先延ばしにするよりかはいいですね。そうそうそう、だから本当に好き、ありがとうと思います。私はそう、でもどうしてもね、アイドルしかねやりたい仕事がなかったんだよね、正直。そう、なかなかいないと思う。小学校6年生の頃から夢が変わらない人ってなかなかいないと思う。結構男の人だとプロ野球選手になりたいとか、サッカー選手になりたいとか、
ちっちゃい頃とかアイドルになりたいとかいう女の子はたくさんいるけど、実際にさこう過ごしていく中でさ、大人になっていって現実とかも分かってきてさ、なんか違う目標に変える人ってあるじゃない、ことってあるじゃないですか。だけどちっちゃい頃からね、その全然世間とかそういうの何も現実とかも知らない中で、のなりたいと思った夢をさ、ずっと変わらずにこうできてたのはすごい嬉しいですね。すごいよね。でも本当になりたかったから良かったなって思いますね。でも大抵さ、いろんな勉強、中学校高校とかさ、いろんなことを勉強していくとさ、いろんなことに興味が芽生えたりさ、こういうお仕事素敵だなとか思ったりあるじゃないですか。でも私は一切そういうのにいろんなことを勉強してきても、どの職業よりもアイドルになりたいなって思ってたので、慣れてすごく嬉しいですね。でも SKE がね、20歳入れてくれてよかったって思いましたもしもダメだったらもう終わってた。本当にもうね、20歳ぐらい近くなってくるとね、本当にね、もう年齢制限があるところはもう受ける資格さえもないから、だんだんそういうのも多くなってきてたのでね、受けたいなと思ってもあるよね。そう、14歳の頃からオーディションいろいろ受けてるけどさ、その頃は下を見てたんですよ。何歳から入れるかなとか、高い年齢のところはもうちょっと大人になってから16歳以上とか13歳とか、もうグループによって違うけど、だからまだ年齢足りるかなっていうやつで見てたけど、ちょっとずつ大人になってからは制限を見るようになったから、そういうのも違いがあるよね。そう、受けれる年齢に達してるかなって思ってた頃から受けてたけど、結局はまだ受けれるかなっていう上の年齢を見ながら最後は受ける形になりましたね。広島対 DeNA 5対3マツダスタジアム試合終了って通知が来ました。ありがとうございます。最近結構負けてたから嬉しいですね、勝てると。ハンマーでやろう。じゃハンマーでやったら終わりにする。思い出した、話したいこと。思い出した、思い出しました、話したいこと。めっちゃしょうもない、別にもうねあんだけ何かなんて言ったけどね、超しょうもないよ。そう、仕事でも何でもない、お知らせでも超しょうもないんですけどね、昨日からねたまごっち育て始めたんだ私。そう、メールではね言ってたんですけど、ショールームでは言ってなかったからね。そうスマートフォンでたまごっちができるんですよ今。なんか昔はこういう丸いおもちゃで、テテテレテテテレテってなんかお世話してってなるなんかやつがあるじゃないですか、卵がね。けど最近はねもう携帯でねたまごっちができるんだってって言ってますけど、流行ったのは2年前ぐらいらしいんですよ。でも私それを知らなくて、なんか昨日のちょっとダンスの休憩時間になんか川島かなと話してて、なんかたまごっちやりたいなみたいな話になったのかな。そしたら、できるじゃんって言われて、何って言ったら、今はスマートフォンでたまごっちができるんだよって川島が教えてくれて、でいろいろ設定してやってくれたんですよ。そう、そしたらねできたんですよ、たまごっちが。でなんかみんなにね、たまごっちできるんだよってみんなにすごい嬉しそうな、なんかすごいテンション上がって言ったら、みんながそれ流行ったの2年前だよって言われて、私流行ってた時にやってなくて知らなかったんですよ。だから2年後になって私の中でもうめっちゃ感動が来まして、やめっちゃ嬉しくて、そうだったんだと思って。みんなは2年前に流行っても一通り楽しんでるから、そんなテンション上がってなかったんですけれども、私はすごいテンションが上がりまして、卵が届いてアプリの中でね生まれたんですよ、卵が。そう、
名前をつけてねやったんですよ。で昨日、それが昨日ですよ、昨日の本当に夕方ぐらいですかね。それでもすぐバブちゃんだったんですけど、思春期にそうなったんですよ。今日ね進化して思春期になったんです。それですごい楽しみだな楽しみだなと思って、川島もねたまごっちをスマホでやってるので、なんかね行き来できるんですよ。通信っていうか、もうなんかスマホだから、もうなんか昔のたまごっちは赤外線みたいなのがあって、こう近くに寄せると通信ができるみたいな感じなんですけど、最近のやつはさもう携帯だから普通に電波飛んでればどこでもねできるので、川島の育ててるたまごっちの家に私が行って、なんだろうな、一緒にできるんですよ、いろいろ通信的なねことがありまして、それでねすごい楽しんでたんですよ。楽しんでたって言っても昨日の夕方からなので、まだね半日ぐらいね。でこれからもう成長して、なんか図鑑みたいなのがあるから、いろいろね、いろんな、なんか結婚させたりもできるんですよ。プロポーズとかしたりとかできたら、家族を増やせたりとかするんですよ、らしいんですよね。知らないんですけど、聞いた話によると。で、図鑑みたいな、たまごっち図鑑みたいなのがあって、進化したたまごっちとか、新しく育てたたまごっちの図鑑がいっぱいになって、もういっぱいいっぱいにしようねって思ってたら、今日の朝、それたまごっちを開いたら、なんか運営からメッセージが来ていて、それねポチって開くとねアップデートのお知らせかなって思ったら、サービス終了のお知らせですっていう通知が入ってまして、この度たまごっちは来月の10月末をもちましてサービスを終了いたしますっていう連絡が来てね、本当に朝からテンションがすっごい下がりました。今日本当にもう昨日ハマって、もう本当に頑張って育てようって思ってたのに、もう本当に最悪と思って、もう本当に不産が始めたからやめますって言ってるみたいなタイミングだったんですよ。本当にすっごい盛り上がってて、本当にさ移動時間とか休憩時間はトイレ行かしたりとかしたのに、本当にもう最悪。これからだって今はちょっと忙しいけど、12周年終わったりとかちょっと落ち着いたらもっとちゃんといろいろ揃えたり、お部屋も綺麗にしたりしようって思って、やったーって思ってたのに、本当にタイミングがなんかね、本当に何だろう、不産が始めたからいいやめるみたいな、そういうようなタイミングだったんですよ。まさに喜びの絶頂の中に悲しみが来ましてですね、本当に泣いた泣いてないけど、なんか本当に悲しすぎてすごかった、悲しみがすごかった本当にねえ、やだそうだからさ、そうどれだけ今育てても、12周年終わってからどれだけ部屋をきれいにして、どれだけいろんな図鑑を集めても、それだけ頑張ってもあと1ヶ月で終わっちゃうんですよ、来月にはね。でもどうしよう、もう最悪よ、本当に最悪そんなことあると思いましたね。昨日かな、ファンの人にもね、昨日確かメールでね、なんかたまごっちやり始めたんだみたいなワクワクのメールを送ったんですけど、今日の朝はもうサービス終了しましたっていう悲しいお知らせのねメールからね始まったんですけどね、本当に切ない、本当にこんなことあるかなと思いました。でもきっとそうですよね、だって皆さんほとんどの人は2年前に楽しんでって、その時に乗り遅れて私が悪かった、その時にちゃんとやってたら私もすごい楽しめたし、図鑑を全部いっぱいにすることがきっとできたと思うけど、その時に私が知らなかったばかりについていけず、今になって一人で楽しんでるからこういうことが起きるんですよねでもちょっとひどくないですか、さすがにね、さすがにね、ひどいよね本当に、だからもういいんだ。しかもね、川島とねこう通信とかができるんですけど、一緒のご飯を食べさせたりするとなんか、これはでもなんかなんだろう、いろんな説
があるみたいなんですけど、川島がなんか調べたところ、一緒のご飯を食べさせたりとか、そういうなんか一緒のことをさし、なんだろうな、な進化してほしいものがなんか近づく的な説があるらしくて、なんか私とね川島ね、一番最初の赤ちゃんの時ね違う顔をしてたんですよ。なのでね一緒に育ててたら、進化したら一緒の卵っちになっちゃったんですよ本当に。ね、そういうことあるんだと思って、この赤ちゃんからはこれにしかならないっていう勝手な想像があったんですけど、最初はね全く形も色も違う赤ちゃんだったんですけど、川島と私がね、そう思春期に成長したらさ、するまでに一緒に育ててたの、一緒のご飯を食べさせて、あの一緒にトイレ行かせて、あの一緒のおやつ食べさせてて、ってあのそうやってやってたら、次の段階に進化した時に赤ちゃんの段階では違う顔だったのに、同じ卵っちになっちゃったそう、しかもねオスじゃないからね、両方ともメスなんですよ。だからね結婚させられないんですよ。そうだからね、もうどうにもこうにもならない、もっと卵っちやる人を増やさなきゃ、うん、どうにもならないよ本当にね、面白いよね本当に。いやでも可愛い、お揃いで、お揃いの卵っちを育ててます今。なんで、ね、残りの1ヶ月悔いなく卵っち楽しかったなって終われるようにね頑張ろうと思います。そう本当に休憩時間のねいい気分転換になるんですよね、ちょっとそういうのがあると。そんな私ゲームとかしてなくて、アプリでもね、そう Wi-Fi があるところでたまにプロスピとか家でやるぐらいで、全然そのゲームとかないんですけど、そう頭がわーってなった時の気分転換にこうなるので、そうなんですけれども、もうあと1ヶ月の運命ということでね、もう最後まで楽しみ、最後の日までねやり抜きたいと思います。食べ物でみんな同じになるかは分かりません、そういう説もあるみたいですね。そうです、バイバイ、終わりたい、終わる、もう話せたから終わる、すごいしょうもないことだった、でもそれをね言いたかったんですよ、いい話のネタだと思って、なんか楽しいやつあるなと思ったんですけど、ずっとそれ思い出せなかったけど、それはなんだろうなんだろうって言って期待させて、すごいしょうもない話だった、ごめんなさい、だから終わりたい満足したから終わりたいよかった、よかった、すごいよかった、思い出になった、ありがとうみんな、バイバーイ。